ゲームコレクターの酒館です。チャンネル登録よろしくお願いします。今回のゲームコレクターの酒館はパズリ対、ドキドキシャッターチャンス、まあ、パズルゲームって呼んでいいかわかんないけど、なんとなく僕の中ではパズルゲームでいいんじゃないかなってところで、リセット、でまあ何がパズルゲームかっていうと、まあ恋のパズルを組み立ててっていきなり書かれてんだけどまあね、豪華声優陣で送る撮影アドベンチャーゲームってここに書いてあるんだけど、上には恋のパズルを組み立ててって書いてあって、まあまあ要はあのパズルがストーリーを進めるために重要なんですよ。で日本一ソフトのねパズルゲームってね難しいんですよ。多分スーハミのね堀のパズルのゲームもね、ジグソーなんだっけ、リグゾーなんだかとか、まあ、プレステでもパズルなんちゃらって出てんだけど、軒並みね難しいんですよ。あ、僕にはねあの対戦でやってると、大体こういうゲームってほらなんか必殺技とか使いながらこうこなしていくんだけど、まあ、スーハミもね大体同じようなルールでねプレステでも出てるんだけど、後半に行くとねどうやっても僕はコンピューターに勝てなくて、あの結構挫折してるんですよ。だけどこのゲームの場合なんか恋愛絡めてたりするから、まあなんか失敗してゲームオーバーになってもまあ納得いくかなと思ってね多分あの他のジグソーワールドだったかな、アイランドだったかな、あの辺はね終わらない、終わりまでいけないんだよね。あのコンティニュー何回でも戦えるんだけど進めなくなるんで、まあ、だったらなんかバッサリこうね、あの負けたらこう失敗で終わる、でもまあ一回終わりをちゃんとね見れる方がいいかなと思って。でも絵柄的にすごいな、日本一さんもこういう全体的に淡いよね、絵柄がね。まあ、ちょっとあれだよね、やっぱ日本一ソフトさんのなんかゲームの全体的にこう独特ですよね。なんかこう地方のなんか東京とかの会社のなんかギスギスしたような感じとは違う、まあ中作ってるのは分かんないけどね、どこが作ってるかねまあでも初代プレスだとこういうタイプ多かったかな。うん、まあとにかくね、僕があのパズルゲーム好きなん、ジグソーパズルだけど好きなんだけど、まあ、動画もね普通の静止画でも好きなんだけど、日本一ソフトさんのは難しいっていう印象が強いんで、今日はね恋のパズルを粉砕してやろう粉砕しちゃダメかとりあえずなんとかしてやろうというところのストーリーモード、初めからこれは講談社と集英社と小学館が混じってんのかな月刊フォトスクール編集部、あれ、ああ。おっす、俺の名前は佐伯俊介、ここ月刊フォトスクール編集部の専属カメラマンだ。月刊フォトスクールといえば売り上げナンバーワンを誇る写真雑誌、その専属カメラマンともなれば業界でも人も一目置かれる存在なんだが、俺には不満がある。それは月刊フォトスクールの方針だが、規制高のせいで女の子のヌードはもちろん水着姿すら掲載できないことだ。専属カメラマンになって早5年、俺はこの規制と日々戦い続けてきた。そしてだ、俺の不屈の闘志と読者の熱い思いが実り、とうとう今度の創刊10周年記念企画で女の子の水着姿を撮ることになった。まあ、水着とさヌードは違うからな、全く題して働く女性の水着姿。ああ、カメラマンになって本当によかった、神様ありがとう。
まあ、水着になったらセロ B だね。とりあえずね。ただ一つ問題なのが、む、さき。佐伯くん。ほら来た。でも佐伯くんは自分でしょ。だから何をブツブツ言ってるの、佐伯くん。ちゃんと仕事の方は進んでるの？私はもともとこの企画には反対なのよ。どうしてこんな企画でもって創刊10周年記念になるっての？女性の水着姿を見て本当に読者は満足するのかしら。甚だ疑問だわね。もちろん出来る出来は佐伯くんの腕にかかってるわけだけど、今のあなたがどれだけ仕事してるっての？独り言ブツブツ言ってても写真を撮ってこなきゃ話になんないじゃないのよ。約束の期限までに本当に読者どこまでボイス入ってるのかな、このガミガミが。あれループしてるなこれこの口うるさい女の女性、女の名前はさえ、ん？キサラギレイカ。若干27歳にして月刊フォトスクールの編集長の座に就いたキャリアウーマンだ。大体でも普通なんかブズブズ言ってんだわだ。公営館だったら絶対 OK だと思うんだけどね。大体週刊誌、大体女性の水着グラビア載ってるじゃない。あ、週刊の漫画とかね。鬼の如月といえば、泣く子も黙るどころか食死すると言われており、業界中にその名を轟かせている。他にもヒス持ち如月、生き遅れの如月など多くの呼び名を持つが、その大半は俺がつけたものだ。27歳でそう言われるのもちょっと辛い時代ですね。まあとにかくことあるごとにそのこの如月さんとは衝突してきた。今度の企画でも最後まで反対したのが如月さんだった。結局読者の強い要望もあって企画は通ったが、如月さんはある条件を出してきた。その条件とは、締め切りまでに4人の女性の水着姿を撮ってこいというものだった。もちろん俺は即 OK したが、約束の期限まであと10日。日を追うごとに如月さんの小言も増えてきているってわけだ。ちょっと聞いてるの、佐伯くん。だいたい君は普段から編集長のこの私の言うことをちゃんと聞かないから、若手ナンバーワンの実力を持ちながらも人からバカ扱いされんのよ。いい加減バカから足を洗って真面目にやってちょうだい。ちょっと聞いてるの、佐伯くん。いや、当分終わりそうもないな。確かに約束の期限もあと10日と迫ってるし、俺もそろそろ本腰を入れて取材に行くか。ということで、結局僕だったってわけね。佐伯くんが僕ってことね。はい、佐伯です。佐伯勘と呼んでください。よくわかんないけど全く北井さんも毎日ガミガミとよく当てないもんだな。しかし俺も女の子の写真は最近撮ってないからな。誰か練習台になってくれる女の子はいないかな。あ、シュニーさん。え？おう、ゆいちゃん、ナイスタイミング。え？何が？この子の名前はひさ、神崎ゆいちゃん、17歳。俺のいとこだ。小さい頃から俺に懐いていて、俺にとってもう妹みたいな存在だ。よし、働く女性とは違うけど、まず手始めにゆいちゃんを撮ってみよう。撮らせてくれんのかよ。っていうか何を撮るんだよ、水着？兄さん、俊兄さんってば。え？もうまたぼーっとして悪い癖よ。ああ、ごめんごめん、つい。ところで今日はどうしたんだい？うん、レイカさんにこの書類を届けに来たの。なんだ、キサリさんのようなのか。それにしても仲いいね。うん、レイカさんとはお隣同士だし、子供の頃からよく遊んでもらったからね。すんごい狭い人間関係だね。妹しかいない私にとってはお姉さんみたいなものなのよ。それなら俺も楽しくてかっこいい理想のお兄さんってとこか。私の理想のお兄さんは頭が良くてかっこいい人なんだから。言われようだな。そんな冗談よ。
私春兄さんのことも大好きよ。ゆいちゃん。あっと忘れるとこだった。早く麗華さんのとこに行かなきゃ。じゃあね春兄さん。あ、ちょっと待ってゆいちゃん。え？そのお願いがあるんだけど。お願い？うん、実は今度の企画で女の子の写真を撮ることになったんだけど、俺最近そういう写真撮ってないんだよ。で、なんというかそのゆいちゃんの写真を撮らせてもらえるとありがたいんだけど。私を実験台にしようってわけね。そんな実験台だなんて。いいよ、他ならぬ春兄さんの頼みだもん。ゆいのヌード撮らしてあげる。本当だな。嘘冗談よ。じゃあ春兄さんが得意なジグソーパズルで勝負しましょう。言っちゃうんだよね、ジグソーパズルで勝負ってね。春兄さんが勝ったらモデルになってあげる。もうこの時点でアドベンチャーゲームじゃないよな。なんかこうなんかの言い訳をしてでジグソーに入るんだったらいいけど、ジグソーパズルやってやるって言ってジグソーパズルやるっていうのはもうこれ格闘ゲームをアドベンチャーゲームと呼ぶようなもんだよね。本当格闘ゲームのセリフとかの後でね、対決するときに。まあでも正直他のジグソー、ゆいちゃんの撮影教室。このストーリーモードではジグソーパズルで対戦して勝つと女の子の写真を撮ることができるの。写真は一つのポーズにつき3枚まで撮れるよ。シャッターチャンスを逃さないでね。女の子に大差をつけて勝った時はエクセレントという文字が出てきて5枚まで撮れるようになるよ。より多く写真を撮りたい人は対戦で頑張ってね。それじゃあわからないことがあったらまたゆいちゃんの撮影教室に来てね。バイバイ。まあ他のねジグソー系の日本一のジグソーパズルのゲームは全部ストーリーモードで対戦だから同じタイプなんですよ。これスピードはスピードでガーってやるタイプで、サンドイッチっていうのは相手が置いたところをこう挟むと相手に元に戻しちゃうってやつなんですよ。どっちがいいんだろうな。まあスピードでいくか。てか他ので慣れてるからこの呼び方で大体わかるっていうね、悲しいことですよ。下手なのにルールだけちゃんと覚えてるっていうね。うわー、いやー、よーい、これ何これ。なんかすげえちゃん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 押してんじゃん。え、なんでそんな綺麗に置けんだよあなた。え、マジかよ、なんでそんな覚えてんだよ絵をよ。あんな例題出された時覚えてないよ。ここか、ここでいいのか。なんでそんな早いのこいつ。早いよマジで。違う、こっちこっち、あれこっちじゃないのこれ。なんでそう。嘘だろ。とりあえず使っちゃえ。やばい、全然あれこっちか。そういえば把握してなかったな。いやわかんねえわかんねえ。くそ、完全に負けじゃんこれ。嘘だろ、どこだ、ここか。
すげえなやつ。やべやべ。なんでそう？チェンジハイパーモード。早いなやっぱり。何かしらやらないと。ゲージが溜まったらな使うやつも。てか一発目からこんな強いのかこいつ。マジか。強すぎるだろう。ちょっと覚えてねえよそんな。どこだ。違うな、どこだ、ここか。全然わかんない、わかんない、わかんない。か、マジか。ここか。強すぎだろ、おいおいおい。マジか。違う、違う。今だ。あ、待って。全然追いついてないか。あれ？ここか、違う。なんでそう？あ、もう全部もう終わりじゃん。強えよ、強すぎるよお前。強すぎるだろおい。やっぱ先早くアイテム使えばよかったな。いやー強えよ強えよ、一発目からこれじゃもうダメだよいやーね、強いでしょもう少しちゃんとね使えばよかったな。アイテムガビーンだよ。勝っちゃった。ごめんね、主任さん。ガビビーン。ダメだこりゃ。ほっといていこうっと。一体何が、あれゆいちゃん？もう行っちゃったのか。仕方ない。練習なしのぶっつけ本番で行くか。ということで、まあ多分この後はこんな強い敵出てこないと思うんですよ。すぐには。後衛艦。前だ。どうしようかな。タウンマップについて。タウンマップについてっていうか、タウンマップを見るんだよな。そこは清らかな乙女の神聖なる学者。って考えてみれば女子高生は働く女性じゃないよな。まあ、とりあえず行ってみるか。ここが進学校として有名な、もみじ女かな、もみじ女学園、女と言わないか女学園か。それにしてもなんか女子校に入るって異常に興奮、緊張というか興奮するような、しないんじゃないかな普通はそこのあなたってやっぱね、教師だよな、働く女性だもんな。あ、ダメだ。フォトスクール？ええ、今度創刊10周年記念の企画で働く女性を特集することになりまして。それで我が校にいらしたんですか。それは失礼いたしました。私ったら本当に早とちりで。よく見るとこれは喋ってないのね、気持ちね。私、花咲さなえって言います。この紅葉女学園のことは、紅葉女学園って言ってた、さっき全然見て、ああそっか、
説明の時は テキストだから自分で読んだのか。紅葉女学園か。綺麗な名前だね。お、上がった上がった。 ありがとうございます。私、男の人にそんなこと言われたの初めてです。ところで佐伯さん、誰を撮影するか決まったんですか？あなたです。そうなんですか。モデルさんを探すのも大変なんですね。それじゃあ私は戻りますので、頑張ってくださいね佐伯さん。待ってください。あ、違う違う、間違えた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 。間違えたよ。カーソル動くの早えよ。しょうがねえな。帰って寝るか。これは10日間何も進展しない可能性があるぞ。締め切りまであと9日だよ。ちょっとまずいよな。だから媚びを売る選択肢ですよ。媚びを売る選択肢で、セーブはしません。どう転んでも終わりです。ちょっとこの、でもな、分かりやすいなこの辺はね。病院はね、大神総合病院の白衣ってやつに弱い。この人女性免疫がないってだけなんじゃないのかな。白衣の天使めがけて、まあ、分かりやすいよね。でもなんか左のは巫女でしょ。であと何があったっけ。ちょっとそこのあなた、さっきから何をしてるの。患者さんじゃないみたいだけど。働く女性？ええ、俺の名前は佐伯俊介、月刊フォトスクールのカメラマンです。今度の企画で働く女性の特集を組むことになって、その取材に来たんです。カメラマン？そう言われてみればそんな感じがするわね。どんな感じよ。らしくて。で、それでうちに来たってわけ？そうなんだ。私ったらてっきり怪しい人かと思っちゃった。同じだな。悪かったわね。ノリが同じだな。絶対怪しいんだけどさ。私の名前は黒木レイ。この病院の看護婦よ。3サイズは言わねえだろ普通。ウエスト58。普通自己紹介でいきなり言わねえだろ3サイズ。ね、ありがとう。てか3択下の2個は最悪だったから、これもあんまいい回答じゃないんだけどさ。なんか下の2個が最悪すぎてこれしか選びようがなかったんだけど。私はどうすればいいの？へ？へ？じゃないでしょ。目の前にこんないい女がいるのに、あなた素通りするつもり？私を取るんじゃないの？よし。一番多分軽量級なんじゃないかな。またね、結局ジグソー、いや言わなくていいよ。面白そうね。ジグソーやらなくてもういきなりなれよ。ジグソーいらないんだって、これだけノリノリの子に。そう来なくっちゃじゃねえよ。
ズル歴24年の間に土返し非王子の数々今こそ見せてやるぜ。まあそうそうそう、だからまあいいよスピードでいいよ。サンドイッチ多分サンドイッチやる前に多分スピードで一勝しないとね、どうにもね、どうにも辛いんすよ。わあ難しいな、覚えてらんねえよこんなの。ちょっと待って、早いんだよお前。なんだこれ、なんだこれ、いきなりこんなのが出てきたのわかんねえ。なんですと、なんですと、いやそうじゃなくて、いやちょっとその、あそのカクカク動くのやだな、いきなりそんなの来た。いやニャーだよな、ニャーだよな。てかなるべくこう、なんですと、なんですと、いやちょっとちょっとちょ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 、滑る滑る、あーちょっと操作し、くそくそ操作しづらいっつ、ひでえな。えいきなりそんな強いのこいつ。てかこのゲーム勝たせる気ねえだろうマジで。なんかいろいろポンポン投げてない、何にあれ。惜しいなぁ、ここよし、これだ、よし、いやいやちょ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 止まってんじゃねえよ、今行け、今行け、どんどん行け、どんどん行け、今だ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 、あれ終わった、切れた、早いよ切れんの。くそタイミング悪いなぁ、狙ってきた、あんなの狙ってくんの恐ろしいな。いやーちょっとなんですとだよ、なんでこれ、ちょっとわかんない、ちょっと最悪だ、 2個かぶしてきただろう、なんか技を。ちょっと最悪だな、やばいやばい、またそれかよ、ちょっといい加減にしろ、マジかよ勘弁してほしいな、地獄だなこのゲーム。えこんな難しかったの最初から。だってこれ今まで日本一のパズルゲームやってて、この難易度ってもう中盤以降だよこの難易度、普通なんでこんな難しいんだこれ、こんなだったっけ本当に。あーよしこれだ、今度こそ、ないんだよな。なんですと、なんですとじゃねえよ。なんですと。ちょっと待ってよ。いきなりこれかよ。なんであんなノリノリの子にこんな食らわなきゃいけないんだよ。よくわかんねえな。いやーマジか。どこだ。いやーこれ最悪だな。最悪。タイヤここか、これはここかな、これどこだ、なんですと、なんですとじゃねえよ、ちょっとくくくくちくしょうちくしょう、ひどいよ、ここか、違うこっちだ、ちょっとなジグソーやんなら違うジグソーやでよかったな。まあいいや、まいったな。
ここまで食らうとは思わなかったな。いや、あ、来た。よーし。なんで2個食らわせんだこいつ、よくわかんないんだよ。なんで2個いっぺんに食らわせんだよ。この辺のさ、アイテムの使い方の巧みさ、いい加減にしてほしいよね俺。なんでこんな、なんでストーだよ本当。あれそこじゃないの、え、ここか、あれどこだ、え、ここじゃないんだろう、ここ違うの、あ、これか。もうまたかよ、滑りが。いやいや、これおかしいだろう。マジかこれ。これ難易度おかしいだろう。ちょっとこれ一回難易度変えたいよ。変えれないのかな。強えな。なぜ？故に。残念だったわね。また遊んであげるからいつでもいらして。いや厳しい。なんだよ、会話的には完全にカモだったのにな。今日は一番写真撮れなかったな、じゃねえよ。いや締め切りまであと8日だよ。いや知ってるけどよ、その8日だよって言われても、はあ、よし今日も一日頑張るぞ。頑張れないな、頑張れませんよ。普通に考えたら左上が一番弱いはずなんだよ。で右下に行くと強くなると思うんだけど、感覚的にはね。でもここ巫女でしょ多分。ここは観光だから、これは何だろう、バスガイドとかなのかな。これなんだろう、これはあれかな、ファミレスかな。これわかんないんだよな、プリンセスストリート、これなんだったっけ、アイドルとかかな。早えな。もしもし、そこのあなた、何かお悩みがあるのではありませんか。いやいや、よろしければ私が占ってみましょう。占い師か、この人も働く女性だよな。でも顔がよく見えないな。どうしようかな。占いにはあまり興味はないようですね。では試しにあなたのことを少し占ってみましょう。ほう、なるほど、わかりました。あなたの女最高ですね。あなたモテない、陽気なお世話だよね。いや拍手されても困るんだよな。正直な方ですね。これで私の占いが当たることは証明されましたね。ありがとうございます。私の名前はウヌドラルソーチュ、裏通りにあるシェラザールの占い師です。ええ、でもこうして大通りに出て占うこともあるんです。おお。ていうか三択がおかしいもんね。でも本名じゃないんです。本名は
本名は内緒です。普通はさ、水着になってもらうところで難易度が上がるんだけどね。はい、何でしょうか。君の写真画の方かな。ああ、下がった。水着ですか。あの、私は占い師なんですけど。私の素顔ですか。わかりました。じゃあボロ負けで終わる可能性が今日出てきたね。全部ダメかもしれない。私の占いではあなたは負けると出ています。やばいねこれね。しかも日にちの進みとさ、時間の経過がはい、いやサンドイッチで行ってみるか。ていうか顔出ちゃってんじゃん。いやー嫌な感じだな、これ厳しい。やりすぎだろそれ、マジで。いやちょっと待ってや。ゲームが進まねえよ。おい、違う、え、マジか。いや無理だサンドイッチ。いやあ、間違えた、ここじゃねえよ。よーい、ドン。違う、ここだ。あれ、違う、ここか。概念が難しいよねこれ。なんですと。ちょっと、いやー、位置について、よーい、ドン。あ、違う、ここか。違う、その隣。
これで行くぞ。行くぞ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 。よし。もう十分行ったな。またかよ、またかよ、お前。わわわわわ、ちょっとひどい、ひどい。いやー、負けた。でもなんかいけそうな気はする。負けたけど強えよ。どうです、私の占い通りの結果ですね。いやいやいや、では最後に一つ占っておきましょう。あなたは近いうちにまた私に会いに来ます。いやー、これは辛いね。これ何勝できるのかな。締め切りまであと7日だよ。いやいいよもう。ああ、観光行ってみようか。日本一観光か。その名の通り日本一の観光会社だけど、モデルになってくれるような女の子はいるかな。よし、観光といえばバスガイド。今回のターゲットはバスガイドのお姉ちゃんだな。姉ちゃんダーク。でもどこに行けばいいんだろう。バスはいっぱい止まっているんだけどな。お、あの子供に聞いてみよう。よい、おい、そこのお嬢ちゃん、これが多分バスガイドなんだよね。ねえお嬢ちゃん、ちょっといいかな。お嬢ちゃんって誰のこと？りょうちゃん、お嬢ちゃんじゃないもん。ちゃんとバスガイドのお仕事だってしてるんだよ。ひどい。一番ダメなタイプじゃん。どうしたの？よしよし。ほら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 。違うよ、陽ちゃん高校生だよ。はあ、陽ちゃんのこと子供だと思ってたんでしょう。本当かな。違うんだ。お兄ちゃんカメラマンなんだ。
こと取って。取れよ早く、ジグソーじゃないぞ。ジグソーじゃ、そうだ、今からお仕事あるんだった。でも今度お仕事サボるとママのお仕置きが待ってるの。うん、じゃあいやいやいや、お兄ちゃんが勝ったら写真撮りに行く。いや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 、もう全体的にもう働く女性でもないよもう。サンドイッチで行くか、またサンドイッチで、サンドイッチで勝てるかどうか。あいつずっと下の方にいるんだな。あれ、そんなに、そんなに、え、違う、え、どこだ、違う、え、どこ、形同じじゃんこれ全部、マジか。え、なんでなんでなんで、そんなこんなガンガン決まってくの。ちょっと待って、え、え、違うの、え、ちょっと形同じすぎてちょっとわかんねえよこれ。わかんねえ、え、形同じすぎるだろ。ちょっと待って、犬だろ、犬の体はこの辺、違うの、これこっちか、ここか、わかんねえ、こっちか、あ、違う、え、終わってたんじゃん、マジ、え、マジかよ、取られた、かー、え、マジか、全然ダメだな、強すぎるし、勝てねえ、勝てねえ。位置について、よーい、ドン。この絵柄も覚えられねえんだよな、結構きついような時にこういうのもな。あ、違う違う、そこ、その下、はい、ここか、で、これがまたそれ使いやがったか、おい、なんでなんでなんで降りてくれないの。よし、勝っただろ、勝っただろ、勝っただろ。ただ今ゲージが全然たまんなかったんだよな。キリン、わかんねえなこれ。キリンだろ、この辺だった、違うか、あれ違うな、ここか、ちょっと待って、どこだこれ、え、そう、どうだ、ここか、そんな下か、うわ、取られた、取られたし、なんかガンガンやられてる、あ、違う、あ、違う、ここか、ここだ、あー、取られた、マジか、あ、こっちか、ちょっと強すぎねえか、おいおい、強すぎねえか、おい、え、取られた、取られた、ちょっと、全然ダメだよ、全然ダメだよ。あ、勝った勝った。ゲージ溜まってたけどな。
勝ったからいいか。撮影がやっとできる。いやー無理だよこれ。怪我なかったかい、ジョーちゃん。お兄ちゃんついつい本気出しちゃったよ。いやー本気とかじゃなくて運だな、完全に。本当は全部失敗して10日間終わるのが一番良かったのにな。お兄ちゃんの意地悪、なんで手加減してくれないの。運だからさ。じゃあバスじゃねえか。ジョーちゃんが働いてる場所はバスの中だよ。どういう表現だよ。これりょうちゃんのなんだ。だから誰も入ってこないよ。もう言ってることがよくわかんねえ。うん、りょうちゃんなんだかワクワクしてきた。あ、間違えた。ひどい。二枚目がひどかった。ねえねえお兄ちゃん、りょうちゃんかわいい。水着？じゃあジグソーパズルでヨウちゃんに勝てねえよ、もうさっき運だったんだからよ。じゃあサンドイッチでまた行くか。というか結構プレイ時間かかってるから、この10日間やってゲームオーバーのために2日間かけるのかっていう問題が出てきたな。よーい、ドン。これちょっと待って、こっちか。違う、ちょっと。あ、飛んでった。取られた。あ、ちょ
え、取られた。取られた。ああ、負けた。うわー、厳しいなこれ。よし、次これ使うぞ。位置について、よーい、ドン、チェンジハイパーボール。もう終わってた。違う、ここか。取られた。うわ、取られた。そこまで。でも勝ったかな、これギリギリ。よし、勝った勝った。これで次これ使っていくよ。よし、位置について、よーい、ドン、チェンジハイパーボール。ちょっとね、反応が遅いんだよね。多分相手が置いた時のに一回なんか処理が入ってるような気がするんだよな。だからすんなり置いてくんないんだよな、こう。くわ、勝ったか、勝ったか。あぶねえ、勝った勝った。いやー、勝った勝った。こっから挽回できんのか、このゲーム。お兄ちゃんの意地悪。なんで手加減してくれないの？いやいやいや。お兄ちゃんエッチ。でも、約束だから、ヨちゃん水着になる。いやー、助かった。水着持ってるのか。見ちゃダメだよ、お兄ちゃん。なんで水の音がしてないよ。正解がわかんねえ。なんかこんなとこで水着になるなんて変な気持ち。ねえお兄ちゃん、りょうちゃんセクシーだった？ちゅっか、すっかさ、これ写真史的にやばいんじゃないの。年齢でも大丈夫なのかね、わかんないけど。全然わかんないんだけど、もう水着すら関係ない気がするんだけど、気のせい。あ、水着なのね、一応。これ水着をどうすればいいのこれ。わかんない。やべ、こんなでもいいのかな。これで満足会の意味がわかんない。まだまだだよ。
がられるから、りょうちゃんお仕事する。まあ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 。うん、ちゃんと遊びに来てくれたら、りょうちゃんの恋人にしてあげる。じゃあまたね、お兄ちゃん。やばいな、これで4日目ぐらいか。何が違うのかもよくわかんねえや。アルバムに保存するほどなのかよくわかんないけど、はい、セーブ中だよ。どのタイミングがいいんだろう。このぐらいがちゃんと全体的に映りがいいのかな。このぼやけてるかどうかの判定がいまいちできないな、自分の目では。さっきみたいなあからさまなぼやけ以外ね。セーブ中だよ。セーブしなくていい気がしてきたな。まあいいや、全部取っといてやるか。あ、こんぐらいがいいんじゃないの。この頃のなんかギャルゲーっていかにもこういうこう入れてる傾向ってなんかある気がするよね。これもよくわかんないんだよな。どの辺がいいかさっぱりわかんないけど、この辺なのかな。全体的に耳入れようとしちゃったけど、耳入れない方こんぐらいがいいのかな。これ全部保存する必要もない気がするんだけど。セーブ中だよ。まあいいや、結構時間かかるね、この選択だけで。これもよくわかんない写真なんだけど、ちょっとこれは全体的に変な方向、まあこんぐらいにしとくか。手がちゃんと入ってるか。セーブ中だよ。あと3人か、うまくいくのかなこの調子で。結構時間かかったな、1時間経ったな。6日か。じゃあちょっとここで今日はやめにしとくか。いや全部失敗だったらもうね、まあまあでもいいんだけど。俊兄さん、お前か。おう、ゆいちゃん今日はどうしたの、戦ってくれるの。写真撮らせてよ。仕事頑張ってね。いや写真みたいな。
ということでここで一回やめとくか。データセーブ。セーブ中だよ。あと6日間で3人ですよ。ということで、それかで終了。はい。いやー、最初から厳しかったけど、なんとなくサンドイッチなら勝てる見込みがあるのかなーってところで、次回も頑張りたいと思います。はい。まあ失敗してもまあね、それはそれでいいということで、はい。ということで、このチャンネルにおいただける方はグッドの評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。以上、サッカンでした。